皆さん、たくさん動画とか配信とかってしますよね。 YouTube で大事なものってなんだかわかりますか？ハートですよね。そうですね、配信を大事ですからね。友情、努力、勝利、うん、そうです、そうです、タイトルとサムネなんですよ。中身ももちろん大事なんですが、見てみたいと思ってもらわないと始まらないですからね。ということで、今回は青桐高校サムネ王選手権。みんなには決められたテーマに沿ったサムネを作ってもらいます。各自自分の作ったサムネイルを披露した後、投票を行います。で、今回のテーマがですね、自分のチャンネル登録者数が100万人達成した際の記念配信です。行くわけねえじゃろ。先輩、現実見ましょうか。普通に考えると、多分うちらだったら10年かかるかもしれないなっていうぐらいの大きい数字なんですけど、こういう機会じゃないと作らないかなと思いまして、こういうテーマにしました。ということで、早速始めましょう。みんなどうですか、自信のほどは？マジでめんどくさかった。わかる。それでは早速見ていきましょうか。おーおーいい。ちょっと恥ずかしそうにしてるんだね。タイトルも読み上げてもらって。実写配信、祝登録者100万人、100万円の酒で泥酔するのって気持ちいい。こだわったポイントとしては、あの顔面の整形ですかね。かわいい、かわいいもんな。かわいい、めっちゃかわいい。目の中ハートにしたりとか、うん、まあ、それもチャックを閉めてるんですけど、うん、ちょっとね、チラッと、ね、うん、ほんまやー。ほんとだ、いいね、めっちゃそここだわってね、うん、いやー、整形うまいね。脳裏たった波に漏れてるもん。めっちゃほんとだよ、おい。どれくらい時間、どれくらい時間かかったか、30分くらいです。初手からハードル高くない？ハードル高すぎて、もう出さないでほしい。楽しみだな、みんなのが。これ出さないでほしい。もう恥ずかしさなくなって、何を超えてんの、こいつ。終わったからって。というわけで、じゃあ2枚目の方いきます。